あなたたちが今後今のまんまやってったら老後ですよ今。麻生さんね、3000万円必要ですよという試算も出ましたね。そしたら急いで急いで2000万円という意味のわかんないことになっちゃいましたよね。これたまります八木くん今のまま。無理です。無理ですよね。じゃあ今定年雇用努力って知ってますよね。前言いましたよね、はいはい、企業って60歳定年じゃなかった、うん、あれそれが65歳になって、はい、今国は企業に対して70歳まで雇用する努力をしろ、はい、国もそういう状態なんですよ。その中で、経済界の会長ですね、はいはい、経団連の会長ですね、うん、この人はもう終身雇用って無理だよね、あれ終身雇用ってありって言ったじゃん、ね、トヨタの社長ですら終身雇用無理です。もうスキルがないとダメなんですよ。もう社長さん、もう本当だから結構ね、あの外資系にみんな近づいてる、外資系ってボンボンボン切るじゃないですか、近づいてるような感じですね、うん、そんな中企業も面倒見てくれない、政治も面倒見てくれない、国も面倒見てくれない、はい、そんな中結婚して、うん、子供育てて、うん、住宅買って車買って、はい、おじいちゃんおばあちゃん介護して、うん、さらに老後で自分の3000万貯まりますかって話やね。マジで無理。じゃあ貯まんないんだったら、無理なんだったらお金残さないとどうすんの、うん、ね、ずっと今まで言われた通りに生きてたら死ぬっていうのが分かってんのどうすんのという話ですよね。それを今からやっていきたいと思いますよ。まずですね、日本に住んでる限り、あなた日本っていうのは何主義ですか？資本主義です。資本主義か。資本主義の国なんですよ。資本主義でも生まれた限りは資本主義のメリットを使い倒さないと、それは資本主義に溺れるだけですね、はいはいはい、じゃあ資本主義のメリットって何やって言ったら、行動した人が勝つっていう仕組みなんですよ、はい、何かを始めた人が勝つんですよ、うん、結局はね。だからお金持ちがお金持ちになる仕組みっていうのは本当に変わらないんです、うん、これ本当絶対ないですよ。昔から変わらない。いや俺もだから国分寺のね8畳 の部屋に住んでた時に、そんなことあるかよと思ったけど、実際に本当にお金持ちって最強になる。あの部屋良かったよな。あの部屋良かったでしょ。そうで、じゃあ例えばですね、じゃあいい例がですよ、はいはい、会社員として皆さん給料でどん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 給料上がってきますってみんな言ってんだけども、うん、アホかと、はい、会社員で給料上げれば上げるほど税金かかんねん、うん、あね、そうか。だから、まあ、最高でね 55% ぐらい税率かかるとか言いますよね、うんうん、はい、そういうことなんですよね、はいはい、でもやっぱり資本主義っていうのは行動する人には優しいんですよね、うん、逆にじゃあ自分で誰かに雇われて稼ぐっていう、誰かの力を借りて土俵で稼ぐっていうよりも、はいはいはい、自分で土俵を作るって言ったら、うん、じゃあ株式が会社を作りましたとね、じゃあ年間1億円ぐらい稼げるようになりましたと、はい、ね、その1億円いくらぐらいで売りますかって言ったら5倍ぐらいで売るよね、うん、5億円で売りますと、はいはい、じゃあ5億円の 55% 取られますかって違うんですよ。株式会社を売却した時は約 20% なんですね。こういうふうにお金持ちにはお金持ちになるような仕組みがある。でも逆に言うとお金持ちじゃなくてもお金持ちになるんですよ。何かって知識持ちがあれば。知識持ち聞いたことない、ね、KIM ですね、ノーレッジズマネーの領域に入ればこういうことなんですね。これを断味してですね、うん、企業時代を独立とか兼業、はい、していきましょうよということですね。じゃあ副業する、兼業する、会社に届け出さないといけない、なんか会社の評価下げられないと私心配、あの一言で言いますけども、まず副業兼業っていうのはバレません。なんでかっていうと、会社を作りますよね、うん、会社で例えば自分の奥さんを会社で、ね、代表でやれば自分とは関係ないじゃないですか、うんね、公務員だってそれ OK ですよね、はいはいはい、で逆にあの公務員じゃなかったとしても自身の名義で設立して別に役員報酬0円、うん、で公務員はダメだよねこれはね、うん、でも会社の妻は OK だよね、はいはい、普通の会社員だったら役員報酬0円であれば、うん、何も会社から所得ないよね、うんうん、個人に対してね、はいはいはい、給与じゃないじゃんこれ。そうか、そう、うん、皆さん会社員ですよね。100円のコーヒーを買うのにいくら必要ですか八木くん。100円の子100円だよ。100円を必要だと思いますよね、うん、アホかと。そういう考えだからいつまでだっても給与所得から変わんないよね。まず100円じゃなくて100円のコーヒーを買うには125円稼ぎ出さないと100円のコーヒーってサラリーマン買えないんです。あ、125円の給与所得から、うん、まあ給与所得控除とかね、あ、そんなのめんどくさいから引いといて、うん、給与所得125円から、ね、約 20% の税金とか社会保険料引かれますよね、はいはいはい、国に持ってかれます。で残りが100円になりますよね、うん、この100円でコーヒーを買って、いくら残ります残金は。え、0円0円だよね、はい、そういう風になるんですよ。これが会社員です、はいはいはい、じゃあ個人事業主とかになればどういう話ですかっていうと、うん、はい、事業所得として残るんですよね。そうすると事業所得で125円、うん、はい、コーヒー、得ましたと、はいはい、稼いだ金額一緒ですよね、うんうん、じゃあこのコーヒーを100円でコーヒー買いますと、はいはい、ね、残りはいくらですか。え、5円だね。25円ね、うん、25円残りましたね、うんうん、じゃあ25円に約 20% の税金かかって、
5円ぐらい取られますよね。はいはい、はい、残金いくらですか？20円。あれ同じ、あれどういうことって思います。100円のコーヒーでしょ、どっちも。え、どっちも100円のコーヒー、どっちも125円稼ぎ出す。でもこれだけで残金20円残ってるんですよ。俺見逃した、なんかあった途中。何もないよ。普通に考えて同じように稼いで同じように来てても損する人損しない人っているんですよ、はいはいはい、これがノーレッジイズマイン、知識がお金に変わってないからなんです。じゃあですね、楽天とアマゾンでありますよね、はい、どっちの方が大きい会社でしょう。楽天とアマゾン、うん、アマゾンの方がでかい。アマゾンの方が大きい、うん、そうですね、世界的にもね、はいはいはい、大きいですよね。でも楽天はですね、まあこれちょっと古い情報ですけども、うん、6000億円ぐらい売上高がありました。すごいね。で、税引き前で1000億ぐらい残って法人税330万円納めてます、うん、はいはい、まあすごいですよね、うん、じゃあアマゾン大きいって言いましたけど、売上実は900億円ぐらいだったんですよね。あ、大したことないよ。大したことない。で、法人税は11億円程度。あれ、実際にアメリカでの報告であると、うん、日本売上は8700億円あるって言われてるんですよ、はい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 、2014年だけどね、うん、はい。で、アマゾンジャパン、アマゾンロジスティックスで、この 2社ですけども、うんうん、これおかしいと思いません？確かに。なんでこんなことになってるの？楽天、そんな、あれ？この日、この年だけ跳ねたの？違う。普通に。やっぱ知識なんですよ。はいはいはい、結局は。わ、うん、かりますよね。そういうことが大事ですよ、と。まあ、今アマゾンはね、ちょっと国と揉めて、うん、一部の税金、ほんのちょっとの税金は上乗せして払ってるようですけど、はい。で、こんなこと言うとですね、みんな口揃えて言うんですよ、うん、大手ばっかり税金は優遇されてるって、うんうん、ね、だから税務対策なんていうのはね、中小企業は関係ない、はいはいはい、個人事業主は関係ない、大手ばっかだよ、うんうん、違うんだよと、どうぞ、ね、中小企業だったりとか個人事業主の方が優遇されてるんですよ、税金って。そうな、中小企業の方どうすりゃいいねんという話ですよね。まずは正しいお金を知識つけること、うん、なので今から言うこともう一度言います。しつこいですよ、はい、竹穴、うん、すごい、ね、しつこいけども、マジで今から言うことは本当に皆さんの人生で数千万数億円変わってくる方もいます、うん、なるほど、はい、分かりますね、はいはいはい、まず、企業っていうのは売上があって、はい、ね、経費があって利益が残る、うん、でそこから、株純利益が残って、うん、最終的に僕が死ぬ前は誰かにあげる、これが大体のお金の流れじゃないですか、はい、一生のね、一生のね。じゃあ例えばですね、うん、売上に対して消費税が、まあ、売上原価っていうのありますけど、はいはいはい、消費税かかってきますよね、うん、で利益に対してかかってくるのは法人税、住民税、社会保険料とかね、はいはいはい、そういうものかかってきますよね、うん、でじゃあね、利益で全部払ったか純利益、うん、ね、これもう会社の利益じゃんと。そうだよ、もう純利益じゃんと。渡さない、誰にも何も払わなくていいでしょ、誰も渡さない、やっと終わったと思うよね、うん、じゃあ俺がね、なんかね、引っ越して家をまた買いたいっていう時に、はいはい、ね、個人のお金だから僕に振り込みたいよね、うんうん、そうすると株主配当でもらうでもいいんだけども、うん、そうするとまたここから 20% キャピタルゲイン税というのがかかってる。ああ、ありますよね。じゃあ、ね、じゃあ例えば1億円を僕の株配当として1億円振り込みました、うん、ね、2000万円振り込みました、8000万円残りましたと、はい、ね、じゃあ8000万円で、やっぱ家買わずに置いときましたと、うん、はい、ぽっくり俺死んじゃいました、うん、その後 55% え、子供に残すのに取られちゃう。55? そうですよ、そうですよ、 55% 贈与税がかかってきますから。結局日本ってすごいんですよ、このダブル課税が。課税、課税もう残らないんですよ皆さん、悪いですけど本当に残らないですよ、はい、怖い話やこれ。そうです、本当に怖いですよ。で、だからといって海外に移すっていう話ではなくて、今日はですね、日本でできることはまず何なんですかっていう話をやっていきましょう、はいはいはい、だからここが前回と違いますね、うん、はい、まずですね、売上を減らすっていうことよりも、はい、経費を増やしなさい。経費、ね、結局税金っていうのは、うん、利益にかかってくるものが多いんです。法人税、住民税、あと社会保障ね、そういうもん、利益からかかってくるのが多いんですよね、うんうん、であれば、その利益を減らすために経費を増やしなさいという話なんですよ、うん、なるほど、わかりますよね。で、ここですね、経費を増やせと言ったって、うん、ね、架空経費を増やすとか絶対にこれはダメです。ダメね、裏でなんかやるとか、これもダメです、ダメね、しっかりと法律に基づいた内容である必要っていうのがありますね、はいはいはい、ありますよね。だから今からやってきますけども、僕が言うのは節税のスタンスです、はいはい、節税のスタンスっていうのは何かっていうと、まず4つあります、はい、もう現金をなるべく多く残す、うん、即利用可能な資産を持つ、はいはい、コロナでいきなり何があるか分かんないんですよ、経営なんてね、うん、現金っていうものを残したい、はいはい、で次ですね、先延ばしできるもの、今年払わなくていい税金、うん、来年に持ち越せるもの、うん、来年に持ち越しなさい。え、いいの？いいです、いいです。どんどん先延ばしした方がいいです。ね、そうやって減らせるものってあるんですよ。はいはいはい、で、次、落とせるものっていうのは、逆に今年落とせるものっていうのは、
どんどん経費で落としなさいと。はい。減価償却をなるべくしないで落としなさいということですね。うん、あとは4つ目、法的優遇最大限受けなさいということです。この4つを基本的なスタンスとしてやっていくっていうのが大事ですね。はい、うん。で、竹原さん、ちょっと待ってくださいよ。はい、うち銀行から借り入れてるんですよ。うん、そんなね、経費を増やして、利益圧迫して、ね、うん、評価大丈夫なんですか？もうこれからも貸してもらえなくなるんじゃない？銀行様からね。そういうね、なんか素人の経営者言うんですよ。素人なの？銀行が見てんのは、どこかっていうと、営業利益やん。はいはいはい、はい。営業利益って何かっていうと、うん、まあ本業で儲かってるか儲かってないかって話ですよね。はいはいはい。はい。で、ここしか銀行って見てないんです。そうなの？そうです、そうです。で、じゃあ逆に、銀行が見てんのは営業利益ですね。うん、で、格付けしって、例えば、帝国データバンクとかありますね、はいはいはい、ああいうとこが見てるのは、ケースネって言われる経常利益、はい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 、で税務署が見てるのは当たり前に税金を引く前の最終のね、税引き前の利益です。めっちゃチェックが入るんだな、こうやって。そうですよ。だからそれぞれの人たちが見るところってこうやって違うんですよ、はい、だから銀行から別に、評価が落ちるとかこういうことはないですから。ないんだ。経費はどん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 増やしてってください。増やしていく。税務署っていうのは修正率っていうものがあります、はいはいはい、修正率って何かっていうと、うん、調査に入った企業がお前間違いだよって言って修正をした、はいはい、だから10件中9件修正したら打率は9割になるよね、はいはい、1件しかなかったら1割になるよね、うん、こういう修正率のノルマだから見る目ですね。あいつはちょっとおかしいんじゃないか、はいはいはい、見る目が一つですね、はい、あとは修正額、どんだけの額をできたか、うん、でこれがまあ脱税ですね。最後ですね、この重加算税もこれこんなのキーンみたいな、スケット外国人やカブレラぐらいのな、カブレラみたいな。これはですね、もうこれを見つけたらもうホームランですね。なるほど。はい、もうこれはもう悪どい人間がもうこれ重加算税になる、はいはい、っていうようなホームランですね。なるほど、はい、分かりますね。あ、これを見てんだ、ちゃんとこれが、まあ、ノルマで加算されてます、で大体ですね、税務職員っていうのは7月が新年度なんですよ、うん、普通4月か3月とかじゃないですか、はいはい、7月です。はい、で必ずですね、3年に1回移動がありますと。なるほど。まあ、ほとんど、必ず言うか、ほとんどですね。だから、今回入った人は来年来ないんですよ。はいはいはい、なんでか、これ分かります？会社と結構癒着がありやすいから、ね。なるほど。1億円ね、重加算でやるぞっつって、俺に5000万くれれば言っとくから、みたいなのあるんで。じゃあもうすごい打率のやつとか癒着してとかいいんだ。分かんない。税務署の一郎みたいなやつとか。いやいや、彼らはとてもいい人ですから。例えば、詐欺くん、社長だとしましょう。はい、あなたがね。一社でホームページ制作、うん、ね、営業の代行、はい、あとシステムの開発やってるとしましょうと、うん、ね、3事業やってるんですね、はいはい、あなたの会社は、はい、でまずですね、法人っていうのは最初の800万円までの利益は 25% の税金です、はいはいはい、なので、3000万円売り上げると800万円は 25%、うん、はいはいはい、残りの飛び出た2200万円の部分は 35% ぐらいですね。あ、かかっちゃうね。まあ、消費税あるとかこれに、まあ、大体 10% ぐらい、うん、40% ぐらいねなるんだけど、はい、まあ簡単に考えてこんな感じです。これぐらいってなると、うん、200万円、800万円の部分の200万円とここで、はいはいはい、770万円、うん、いくら払ってます？970万円、はい、一社でねやると ねじゃあこれを3社事業ごとに作りましょうよと。ほうほう。でよくね、社長ってこんだけ事業作るじゃないですか、うん、なんかね、なんか会社をいっぱい持ってるのもやらしいとかいいんだけど、うん、そしたらアホなだけや、黙らしておけね。まず例えば1社目でホームページ制作、うん、2社目で開発、営業制作、1社ごとに、800万円までは 25% の税率になるんだよ。そうだね。すごい安いですよね、これ言っちゃえば、うん、すごい安いんですよ、うん、ってことは3社あるから2400万円分がそうか、そう 25% になるんですよね、うん、売上はそうだけど。そうなんですよ、うん、で、法人税とか住民税っていうところは、まあ、3000万円の売上だと600万円ですよね、うん、はいはいはい、でそこだけが 35%、うん、だから600万円と210万円足して810万円、うん、あれ比べてみましょうよ。160も安い、ね、3社事業ごとに作るか1社にするか、うん、どういう風な違いがありますかってなったらこんな違うんですよね。はい、でこういうことをしっかりと分かってないと、はいはい、これだけで160万円今損したんですよ。これ金額大きかったらもっとでしょ。全然もっとですよ。そう、もっとですよ。だからどん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 事業増えていくじゃないですか、うん、だいたいなんか車やってリフォームやってなんか工事建築やってな、はい、はい、分けろよという話ですよね、うん、これだけじゃないんですよ。接待交際費だから中小企業の社長なんてさ、うん、ね、いくら頑張ったってね、うん、だいたい外食ぐらいしか経費に落とせるものないんですよ、はいはいはい、ね、社外とのなんかやり取りとかね、うん、そういう接待交際費枠っていうのも1社だと800万円なんです、はいはいはい、でも3社あるから2400万円なるんですよね、はいはいはい、うん、その接待交際費のまあある程度決められた枠っていうのがあってそれが800万円って言われてるんだけど、はい、飛び出てもまあちょっとぐらいはいいんだけど。あ、そうなんだ。そうそうそう。でも
あのこういう風になってるわけですよね、うん、そう三者になるとこうなるんですよ、ね、はいはいはい、あとは少額減価償却資産税などこれは昔あったやつですね、うん、今あるか分かんないけどもこういうものってどん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 国が出てくるんですよ、はいはいはい、政策で、うん、でこういう政策も各社ごとにいくらまでは減税しますよと出てくるんですよね、うん、こういうのをまずは会社分ごとにあった方がいいですよっていう話もあるよね、うん、これ1個目です。はいはいはい。じゃあ八木くんが皆さん会社作りたいですよね。資本金いくらにすればいいの、はい、まずは1000万円以下でやってください、うん、999万円以下です。はいはい、はいはい、で給与支払いだ役員報酬でね、うん、儲かったらいきなり1年目2年目から自分に1000万とか2000万振り込むバカがいいんだよね、うん、絶対ダメです。給与支払いは1000万円以下だから企業の1年目2年目は人を雇わない。おもう業務委託で投げてもらう。社員にしないんだ。社員にしないっていうのが重要だと思います、うん、なるほど。で消費税がそうすると2年間免除になります。2年 10% だからね詐欺 10%、うん、10% 違ってくるんだよ。2年、2年間オラオラ状態。2年そうです。これ実は個人事業主から引き継ぐは最大4年間になりますね。マジ？そうですよ。はい、そういうことです。ありますね。でまずですね、まあ基本的なものはこういう感じなんですけども、うん、絶対的に出口を考えて起業しないといけないっていうのは当たり前ですよね、はいはいはい、だって人生限りがあるんですもん、うんうん、ね、事業にブーストをかけるっていうのはいいんだけども、これは何かっていうと売却を繰り返すのが絶対的にいいです。はいはいはい、はい、何かって30万円の給料の価値は30万円って僕何回も言ってますよね、はい、じゃあこれが会社で30万円の利益の会社が出ましたと、うんうん、ね、はい、そうするといくらぐらいで売りますかって言ったら30万円で売ります？売りません。売りませんよね、うん、だからサブスクモデルとかだったらね ROI あのエバリエーションの5年と見た時に1800万円ぐらいで売れるわけですね、うん、はいはいはい、1800万円で売れるんですよ、うん、ありますよね。ってことは1800万円で会社を売れる、うん、ね、売る時にかかる税金の税率は 40? はい、20% です。 20%、 はい、次間違えたら下噛みちぎるからな。おい、はい、やってみますよ。 20% です。優しくねえよ。おい、20% なんですよ、はい、先ほど言ったじゃないですか、うん、行動したやつが勝つんです。そうだ、ね、20% なんです、うん、分かりますね。じゃあ例えばあなたが年商1億円のお店を3個作ったとします。例えば詐欺くんの会社1社ありますよね、うん、今飲食店 A、B、はい、C をやってたとしましょう、うん、はい、株式会社リオン、はい、飲食店 A、 あれなんで1社しか持たせないんだっけっていう話ですよね、うん、これ何かっていうとですね、お店を売る可能性って全然あるんですよね。はいはいはい、分かりますよね、うん、で売るときって何かっていうとこういうことなんです。3店舗をちょっとねもっと分かりやすい言い方すると1社でいろんな店舗を展開する人いるじゃないですか、はいはいはい、整体院とか何々何々、うんうん、あれやめた方がいいです。え、なんで？店舗ごとに会社作った方が絶対いいです。あ、なるほど。そうというかもうそれをなんか店長とかに会社作らせて任しちゃうっていうのも俺は一番いいと思います。はいはいはい。はい。これ何かっていうと、じゃあ例えばですね、さっき言った店舗を作らせれば800万の税率が安いっていうのもありますし、うんうんうん、ありますしね。はい。例えば、1社で3店舗持ってたとしましょう、うん。この3店舗のうち1社だけを誰か買いたいというふうに言ったとしましょう。はいはいはい、僕よく買うじゃないですか、うんうん、お店をね。買うときに、普通に1店舗を売らないといけないです、はい。店舗を売らないといけないですね。売る。そうすると事業所得っていうのが、じゃあ5億円で売れたとしましょうね。はいはい、はい。そうすると5億円の売上になっちゃうんですよね。あ、これ売上になるんだ。だって、そうだよ。店舗が売れたの。そうかそうか。売上になるだけ。はいはい、ね。そうすると45% ぐらい、まあ、はい、全部かかってくるわけですね。意味ねえな。はい、そうですね。そうすると、あれ ?5 億円売上げたのになんか半分ぐらいになってんな。みたいな話になっちゃうね。じゃあこれをさっき言った会社ごとに店舗を持てばどうなるかっていうと、はいはいはい、店舗を売るんじゃなくて会社の株を売ればいい、はいはいはい、そうすると株式売却で5億円売りました、売りました、ね、じゃあ株式売却の税率は何パーセントって言いました？ 20% ですよね、うん、あれ1億円しか払ってないよね。 25% 浮いてるんや。そう、え、だよね。全然半額以下になって、本当だよ。まああるよね。こういうふうにまずは売ることも考えても、これ会社ごとに、お店を会社ごとに持った方がいいし、800万円の枠を考えても、あのさっき言った 25% のね、接待交際費の800万円もそうだし、考えても絶対に会社をいくつも持って店舗展開した方がやりやすいね。あるよね。で消費税も免税になるんですよ。例えば今お店を建てました、会社を作って、はい、ね、で2年後うまくいったの、2年後作りました新しい会社、はいはい、この新しい会社はここの会社でやる限りいきなり消費税かかんない。え、でも新しく会社を
作ってやりましたって、うん、ゼロからのスタートじゃないですか、はいはいはい、また消費税の免除期間になるね。そうか、そう、こういうのもやんないでずっとつなげていけ、どんどん一社でいろんな会社事業を作ろうと。なるほどな、これダメですよと、はいはいはい、だからまだ遅くないので、ぜひですね皆さん、まだお店今後展開していく人、はい、会社を立てて展開しなさいよと、うん、別にいいじゃないですか、例えば竹花 A 社、竹花 B 社、竹花 C 社みたいなね、うん、そんな感じでいいんですよ、はい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 、やってた方がいいですよ、それと店舗一緒に、そうですね、はい、利益、これ、うん、これが大事、正しい経費の証明、はい、今回確定申告で皆さん困った人、はい、これやねん、皆さんこれやねんね、本当に俺が伝えたいこと、うん、例えば、はい、何でもいいんですよね、利益500万円、はい、貯まったとしましょうと、はいはいはい、ね、利益500万円貯まりましたと、うん、でじゃあ車欲しいですよね、欲しいね、500万円利益で500万円の車買いました、うん、そうするとこの車は資産計上されちゃうんですよね、はい、で大体利益が400万円ぐらい残ったままなんですよ、お金がないのに残ったままなんですよ、最悪やん、わかります、お金は車で使っちゃったんですよ、はいはい、でも車は資産として数えられるから、はい、400万円残ったままなんです、うわ、まあ、ちょっと焼却されて100万円ぐらいは、うん、あの経費で引かれて400万円ぐらい残っちゃうんですよ、マジかよ、そうするとこのお金、この会社今お金あります？ない、ないですよね、でも400万円に対して税金がかかってきますよね、払えねえよ、キャッシュフローのショートが起こるんですよね、これがいわゆる黒字倒産とか言われるやつですよね、わかります、うん、だから僕によく相談来るのがこのケースです、はいはいはい、店舗展開しました、全く同じですね、うん、なるほど、1億円利益貯まりました、店舗バーって作りました、うん、アホかと、お前何やってんねんと、うん、おい、それちょっとどうにかなんねん、せっかくね利益出てんのにねそうそうそう、お金払わなくなっちゃうね、はい、じゃあこれどうすればいいかってことですね、うん、例えばですね、うん、赤字の持ってる会社っていうのも、うん、持ってたとしましょう、はいはい、赤字を持ってる会社、僕だと会社を何個も持ってて、うん、ここが赤字とかここが黒字とかあるじゃないですか、うんうん、だから赤字の会社でこういうのは買っちゃうんですよ、例えば赤字1000万の会社で車を買う、はいはい、でこの赤字1000万の会社で、さっき言った黒字1000万の会社でリースで貸すんです、はいはいはい、そうするとリース料で1年間前払いって500万円を入れる、はいはいはい、そうすると赤字の1000万円が消えて500赤字500万円になるよね、うんうん、でこの黒字の500万円は消えて0円になる、そうか、リース料だとこれ一括できますから、買うんじゃなくてリースにするんだ、そうですね、そうやればいいんですよ、こういう買い方しないでわざわざなんか黒字の会社で買う、これ自分の会社でもいいの、自分の会社でもいい、うわすげえ、そうよ、あとは例えば1000万円の車を買う時の友達って書いてますからね、はい、うん、はい、誰か知らない、分かったよ、はい、例えば1000万円の車買う時もその会社、車やって、うん、まあ、いろんな事業やってるじゃないですか、はいはい、あの例えば車やって修理業務もやってるし、うん、あとは建築もやってたりするんですね、はいはいはい、じゃあその車体購入費を1000万円じゃなくて300万円にしてくれた、うん、そうすると700万円値下げしてるよね、はい、じゃあ700万円の請求書をなんか、うん、なんか引っ越し料金とか、うんうん、ね、運搬費とかそういうもので使ってくれた、はいはい、あとイベントの設備費とか、うんうん、ね、そういう仕事ちょっと投げてあげるんです、はいはい、であれば別にこの車屋さんからすれば、はい、何でもらおうが1000万円入ればいいじゃないですか、まあ、まあそれはね、こういうふうに、まあ、友達の会社車屋から買う時とか、うんうん、っていうのはこういうことができるメリットがありますよね、え、言っていいのこれは、うん、ね、だから俺じゃねえっていやでもこれは合法か違法かって言ったら、うん、まあ、実態があれば違法じゃないから、そうか、だから例えばこのカフェラテをね100円で売ってる店もあれば、うん、シャングリラなんて行くと1300円で売ってる店もあるよね、はいはいはい、別に第三者の場合、自分のグループ会社とかだったらダメだよ、はいはい、第三者の場合自分が株主でもないし、うん、関わってない会社、これはいいねですから、そうか、こういうことはいくらでも言ってくれる、そっちが決めていいんだもんな、そうですそうですそうです、うん、だから例えば店舗工事、はい、車じゃなくて店舗の工事の請求書、はいはい、ね、焼却資産がないかなっていうのも大事なんですよね、うん、だから例えばなんですけども、店舗を1000万で作っても、うん、その1000万の店舗は資産として残っちゃうから利益のままなんですね、はいはいはい、なるほど、はい、だからだいたい今回のコロナでいうと、僕のクライアント様だと一回お店を潰して新しい店舗を建てたりとかっていうのがあるんですよ、はいはいはい、でこの潰す作業も建てる作業も同じ会社がやるとかあるんですよね、はいはい、そうしたらじゃあ新しい店舗を建てるときは、うん、そこの工事費はめちゃめちゃ下げて、うん、でもこの潰す店舗の修繕、あの解体費みたいな修繕費だよね、現状回復だから、はいはいはい、現状回復費か、そこはじゃあ例えばめちゃめちゃ請求していいから、うん、
同じ会社からしたら別に工場を安くして解体を高くしても同じ、うん、別にいいじゃん。あ、まあ一緒だね。こういう風にやると資産が残らない形で請求書が分けられるんですね。そっちにお金使えばいいのか。こういう請求書とか見積書の依頼の仕方っていうのもすごく重要だし、うん、これは合法的に OK ですから。 OK、うん、はい、あの実態があればです、うん、もう一回言います。このカフェラテを10円で売ろうが100円で売ろうが1000円で売ろうが買ってですから。一緒です。ありますよね、はい、これをなぜ見ないと、はいはい、グレーゾーンではないですから。これも別に実態があれば何もグレーゾーンではないですから。修繕にすればいいの、はい、大丈夫ですね。竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。